年末年始を控え不安を感じる方も多いと思われますオミクロン株について、テレビ朝日社会部の厚労省担当岩本京子記者に解説をしてもらいます。岩本さん、徐々に日本でも市中感染の疑いが広がっていますけれども、最新の感染状況を教えてください。はい、これまでですね、オミクロン株ですけれども、国内では検疫と合わせて250人余りの感染が確認されています。で、大阪や東京のなどですね、大都市に限らず、近隣の地域の方でも、先ほども富山県のニュースがありましたけれども、オミクロン株のいわゆる市中感染と言われるような感染経路がわからない、渡航歴もないといった例が確認されるようになってきました。コロナの感染者自体はですね、今は1日に250人程度で推移しているんですけれども、まだほとんどがデルタ株ですね。でオミクロン株の割合というのはまだ全体の1割にも満たないような状況となっています。まだこう感染者が少ないのでなかなか情報がないかもしれないですけれども、皆さんやはりこう日本の皆さんはオミクロン株ってどういう症状なんだろうか、自分ですぐ気がつけるんだろうかっていうところを不安に思ってらっしゃると思うんですが、具体的にどんな症状なのかなどは聞こえてきますでしょうか。はい、これまで国内で確認されている例でですね、重症化した人っていうのはいないんですね。で、国立感染症研究所が、まだオミクロン株が国内で出始めて初期の段階で、行った研究調査ではですね、入院の期間というのは平均で4日間となっています。一番少ない人で1日で、最大で15日という結果となっています。ただですね、初期の感染者ですので、ほとんど海外からの渡航歴がある人たちだったんですね。なのでほとんどがワクチンを接種している人ということなので、ワクチンを打っているとなかなか症状が出なかったりということもあるので、そういった可能性にも注意が必要だというふうに言われています。こう今までのコロナウイルスだと鼻が効かなくなってしまったり、咳が出たり熱が出たりというような症状があるというふうに聞いていましたが、具体的にこのオミクロン株っていうのはそういった情報は入っているんですか。そうですね、発熱だったり咳だったりというような症状については、これまで の確認されているコロナウイルスと同じような症状ではあるんですけれども、やはり軽症であるということと、無症状の方も多いというのも特徴ですね。そして番組冒頭でお伝えしましたが、今日先ほど後藤大臣から濃厚接触者の定義の変更が発表されました。はい、改めて詳しく教えていただけますか。はい、オミクロン株がですね、まだよくわからないということで、これまでは非常に厳しい水際対策の措置を取っていました。で感染者が1人、航空機で確認された場合に、その同じ飛行機に乗っていた乗客、搭乗者ですね、を全員を濃厚接触者というふうにして扱っていて、宿泊療養施設で2週間の待機を求めていたんですけれども、やはり感染者が国内でも増えてきていますし、検疫で確認されている方も増えているっていうので、施設がいっぱいになってきたっていうこともあります。それに加えて、実際その感染者と同じ飛行機に乗っていた方で、感染が確認された例というのは極めて少ないということから、これまでのコロナウイルスの感染者が出た場合の対応と同じようにですね、感染者の前後2列の座席に座っていた人と、あるいは家族だったり同行者のみを濃厚接触者として扱うという対応に戻す、明日から戻すことが先ほど発表されました。水際対策をなんとかというところなんだとは思いますが、もうすでに市中感染が広がってしまっているというのを考えると、はい、やはり治療薬ですとかそのワクチンについてもなかなか気になってくる部分ではあると思うんですね。はい、この新型コロナの飲み薬が承認されたんですよね。そうですね、先週末金曜日にですね、国内で新型コロナの患者向けに開発された、飲み薬としては国内初めて、アメリカのメルクという会社が開発したモルヌピラビルという治療薬が承認されました。はい、でこの薬ですけれども、コロナの軽症と中等症向けの、ものでして、カプセルタイプの今画像に出てますけれども、薬で自宅で服用ができるというところが一番のポイントだと思います。1日2回4錠ずつを5日間服用すると、臨床試験では入院や死亡するリスクが 30% 程度を減らせたということが報告されています。
これは今どのぐらい日本に入ってきてるんですか？はい、政府がすでにですね160万回分を確保しているんですけれども、このうちの20万回分がすでに国内にありまして、昨日から配送が始まっています。まあ、現状ですと今の感染者数の数を見ると足りないということはないですかね？はい、そうですね、今の感染者の数を見ると、とても足りないというような状況ではないと思いますし、まだ20万回分しか入ってきていないわけですけれども、残りの140万回分もこの後入ってくることになっていますので、今の感染状況で足りないということはないかなと思います。他にも飲み薬の話は結構各社出てきているような気がするんですけれども、今回のメルク以外の会社の飲み薬はどうなんでしょうか？はい、アメリカではですね、ファイザーが、開発したパクスロビドという同じ経口薬がすでに23日に緊急使用許可が出ているんですけれども、これはまだ国内では申請が出ていないように思うんですけれども、ただ日本政府がすでにですね、来年から200万回分を医療機関に届けられるようにするということを先日岸田総理も発言されていますので、次はこのファイザーの飲み薬というのが国内でも承認されるんじゃないかと思います。その他にですね、国内でも塩野義製薬だったり複数の会社が経口薬の開発に取り掛かっています。やはりこの薬の話を聞くと視聴者の皆さん、値段ですとか副反応があるのかなど、心配の声があるんですが、このあたり情報入っていますか？そうですね、まだ実際に投与された方っていうのはごくわずかだと思うので、副反応なんかの報告はないんですけれども、そうですね、副反応とあと何とおっしゃいましたかね、値段を気にされている方が、値段ですね、はい、コロナの治療についてはですね、今全額国が負担をしてくれるので、薬の値段というのは私たちの方で支払う分は今のところ発生しないですね。コロナの治療は無料で受けられます。なるほど。ここに今ありますね、妊娠中の方は服用できないですが、18歳以上の方は誰でも服用することができる。そうですね、はい、軽症と中等症の方が対象ですね、重症化リスクがある方。また先ほどのニュースにありました通り、東京都などが無料で PCR 検査を始めたということなんですよね。はい、まずこの無料で始めた理由というのはどういったところにあるんでしょうか？はい、やはりですね、年末年始で、人が動くような時期でもありますっていうのと、都内でもオミクロン株の感染がいわゆる市中感染と言われるような例が確認され始めているというところもあって、東京都などで無料の PCR が始まったという背景ですね。これはどんな場所で受けることができるんですか？はい、これは東京都の場合ですと都に登録した検査機関であったりですとか、あとはその同じように登録している薬局でも受けられるということになっています。今日新たに180箇所に拡大されたんですよね？はい、そうですね、今日から広がったというふうに聞いています。やはりこう視聴者の皆さん、このニュースを見てこの検査を並んでいる列で感染しちゃうんじゃないかなとか、その検査に行ったからこそ感染するっていうこともあるんじゃないかなんていう心配もの声もあるんですが、そのあたりはどうなんですかね？そうですね、確かに一時期民間で検査が受けられるようになった頃には行列ができたりして、そこで逆に感染のリスクがあるというふうにも言われてましたけれども、検査機関によっては予約をしてですね、検査を受けることもできますので、そういったのをうまく調べて活用していただければなと思います。今回のこの無料検査に関してはどんな方が対象になるんでしょうか？はい、この東京都の無料 PCR 検査については、都内に住んでいてかつ症状のない方が対象となっています。でその検査できるのが PCR 検査と抗原検査の2種類だというふうに聞いたんですけれども、はい、これ各々どのような違いがあるんですかね？はい、PCR と抗原検査というのは、その今感染しているかどうかを調べるというところ点では同じなんですけれども、例えば検査の結果が判明するまでの時間が異なっていたりですとか、精度が、PCR の方が高いと言われています。結果が判明するまでの時間については PCR 検査が数時間程度かかると言われているのに対して、抗原検査は15分から30分程度とすごく早い時間で結果が出るところも特徴です。
視聴者の方の質問で一つ、無料の PCR 検査は一人何回とかっていうふうに回数の制限はあるんでしょうかという質問が来て、回数の制限というのは特に設けられてなかったと思うんですけれども、例えばこの後は年始で規制される方で、規制にあたって不安だからといった理由で受けることもできます。通常この PCR 検査というのはお金を払うといくらぐらいかかるものなんですかね。はい、これ割とピンキリなんですよね。民間の検査機関で受ける場合ですと、2,000〜3,000円くらい、数千円で受けられるようなものもあれば、医療機関で受ける場合は2万円だったり3万円だったりというふうに割と幅が広くて、聞いている話ですと、この検査違いというのはもちろんその医師がいたり看護師がいたりというところの人件費の違いだったりもするというふうに伺っています。なるほど、はい。今回は東京で180箇所に拡大をしてという話でしたけれども、はい、大阪などその他の場所でも受けられるようになるんですかね。そうですね、オミクロン株がの感染者が確認されている大阪府と京都府、そして沖縄県ですね、そこについてはすでに政府の方で無料で PCR を受けられるようにするという発言があったのと、今日新たにですね、その隣県周辺の県についても無料で PCR 検査を受けられるようにするということが発表されています。そうすると千葉や埼玉、神奈川などの対象になってくる、ね、はいはい。またこのコロナウイルスのお話をする際はいつもワクチンの話も一緒に出てくると思うんですけれども、はい、3回目のワクチンについてはどうなんでしょうか。3回目のワクチン、そうですね、前倒し接種ということで話題になっていますけれども、昨日までに3回目の接種を受けた方は、官邸のホームページによりますと、およそ38万人ですね、人口の 0.3% 程度なので、まだ多いとは言い切れないと思うんですけれども、厚労省の審議会ではですね、今接種を受けられている方というのはほとんどがファイザーの方なんですけれども、副反応についてですね、気になるところなんですけれども、2回目の接種を受けた後とほとんど同じだということが報告されていました。はい、一番多いのは、主には接種部位の痛みですね。これモデルナについても今後さらにこう増えていく、はい、はい、ここにモデルナについても今後また調査結果というのが出てくると思います。現状のこの医療体制についてもちょっと伺っていきたいんですけれども、医療体制自体はどうなんですか、はい、問題はないんでしょうか。そうです、今はまだ感染者が少しずつ都心で増え始めてはいますけれども、第5波の夏のピークの頃に比べるとまだ全然少ない状況ですので、そこまで逼迫しているという状況では全くないと思うんですけれども、そういった第5波の反省も踏まえて、今後の医療体制として3万7000床を政府はすでに確保しているんですけれども、オミクロン株すごく感染の拡大する速度が速いというふうにも言われてますので、一気に広がってしまった場合に備えて速やかにこの3万7000床を稼働させられるように国が今都道府県に対して体制の計画の点検だったりであったりですとか強化を要請しています。例えばそのコロナの陽性を判定した医療機関で患者の健康観察まで行うっていう、こういった一連の流れを一つの医療機関で完結させることで効率化を図ってほしいといった意向ですね、はい、なるほど。今現在はオミクロン株に感染した方は皆さん無症状でも入院というふうな、はい、になっていますけれども、これも施設的には大丈夫なんですかね。はい、ただその先ほど申し上げたように検疫ではですね、かなり人数が増えてきていますので、一部の感染者については臨機応変に症状のない方はすでに全員入院ということではなく、ホテルで宿泊施設で療養するという方も症状のない方については出てきているようです。なるほど。視聴者の方からまた質問が一つ入ってきたんですけれども、ワクチンの接種についてですね、まだ一度も打たないまま今日を迎えてしまった方っていうのもいて、でその方やっぱり打っとけばよかったっていうふうに思ってる方も今視聴者の中にはいらっしゃったんですが、そういった方は受ける方法はあるんですかね。はい、ワクチン接種ですか。はい、もちろん今3回目接種が始まったというだけで
1回目2回目の接種が終わったわけではいないので、うん、あのお住まいの自治体で受けることはもちろんできます。うん、なるほど、はい。さあでは拡大するオミクロン株についてですが、一方でこう恐れる必要はないんではないかなんていう声も少し聞こえてくるわけですが、実際のところご取材されていていかがですか？そうですね、確かにあの症状があの、ま、なかなか出にくいといいますか、重症化しないというようなことも言われてますが、一方ですね、やはり感染の速度が速いというところは、あの甘く見ちゃいけないなというところで、あのデルタ株ですとあの感染が爆発的に広がるまでに2、3ヶ月かかったというふうに言われているんですけれども、オミクロン株だと1ヶ月くらいで広がるんじゃないかというような見方もありまして、あのやはりイギリスの方では亡くなる方も出ていますし、今アメリカでも急速に増加が傾向にありますので、これからあの日本で今ワクチン接種を済ませている方が 8割くらいなんですけれども、やはり半年以上経ってくると免疫が切れてくるというところもあるので、そこであのオミクロン株の感染が広がったときに、やはり患者が増えて症状が出る人もあの患者が増えれば一定数は増えてくるわけなので、やはりそこはどうなのかというところについての注意はまだ必要かなと思います。あの最後になりますが、年末年始ですので、はい、皆さん、まあ、去年帰れなかった方、今年は帰ろうかなですとか、まあ、帰省とかもあると思うんですけれども、はい、どう過ごすのが一番こう自分の身の安全にとっていいんですかね？はい、これはあの厚労省 のアドバイザリーボードという専門家会合でも毎回言われているんですけれども、オミクロン株であろうとあのこちあの私たちができる対策としては、これまでと変わらず、まあ、基本的な感染対策としてマスクの着用であったりですとか、手指衛生、手を洗うですねということですとか、まあ、今後年末年始ということで帰省であったりとか県をまたぐような移動が増えてくると思うんですけれども、症状がある場合にはそれを控えることも検討してほしいということは言われています。わかりました。今日もですね、はい、コメント欄は京子さん大人気で、たくさん京子さん可愛いというコメントをいただきましたありがとうございますありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。